スペースフレーム構造の屋根が輝くフレモントストリートのイルミネーションフレモントストリートはアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスにあるストリートの名称アメリカのシーニックバイウェイであるラスベガスストリップの延長にありラスベガスでも2番目に有名なストリートとされるフレモントストリートはダウンタウンにおける主要なカジノ通りであるストリートはビニオンズホテルカジノ エルドラドクラブ、フレモントホテルカジノ、ゴールデンエイトホテルカジノ、ゴールデンナゲット、ザ・ミント・ラスベガス、パイオニア・クラブなど、多くの著名なカジノの集まる場所である。夜のフレモントストリート、フレモントストリート、エクスペリエンスの建設に先んじて、フレモントストリートはほぼ毎回テレビ番組や、ラスベガスの照明を目立たせる映画の中に登場するなど、ラスベガスを具現したようなものであった。 そのネオンの過剰な消費ゆえに、ストリートは、グリッターガルチという愛称で呼ばれるようになった。フレモントストリートの始まりは、ラスベガスそのものが設立された1905年に、遡る。合法化される前よりすでにギャンブルが優に、確立されていた一方で、1931年に、ノーザンクラブが最初に、ネバダ州から発行された6つの賭博免許を受領し、 同時にフレモントストリートに設立した最初の賭博場であった。最終的には1994年9月に車両の通行を完全に閉鎖以降はフレモントストリートエクスペリエンスの建設に着手することとなった。2004年のアメリカ映画ドッジボールトゥルーアンダードッグストーリーではスティーブがフレモントストリートエクスペリエンスにいるのが見られる。 またラップアーティストのアイスキューブは、クロームペイントのミュージックビデオをフレモントストリートで撮影し、アイスキューブ自身が車高の低い車で登場する。ロックバンド、パニック、アットザディスコは、フレモントストリートにある、ビルドゴッド・ゼンウィールトークという名の安いモーテルについての曲を書いている。その他、テレビシリーズのザスタンドでは、 フレモントストリートが強く呼び物にされている。ありがとうございます。